どうも、ヘルツアレットです。それでは、ウィッチャー3、ワイルドハントやっていきましょう。前回、トリス、協力してやっていったわけですが、まあ、今回は、その続きですね。夢のノビグラドということで、夢に術師を探すということで、探しに行きましょう。まあ、また、合いそうな感じはするけどね。まあいろいろクエストありますが、やっていきましょうかね。さあ、そのまままっすぐ行く感じかな。さあ、意外と近かったね。入る場所は、うん、普通に入れたね。通りかかっただけか、それとも具体的に何かお探しか。あんたはルドルフ・デヨンキアだ。デヨンキア家の一人だ。祖先がこの町の基礎を築いた。今では最大の銀行を所有している。自慢話はいらない。名前だけで十分だろう。父はよくこう言った。みんなにお前の価値を知らしめなさいとね。そうか。じゃあコリンヌを探してる。コリンヌ・ティリーを探してる。では正しい場所に来たな。コリンヌは中だ。ここ何日かこの家の過去を夢で見ている。ほう、どうして家の過去を調べてるんだ。なぜ自分の家の過去を調べてるんだ。歴史家か何かか。最近この土地を買ったのだ。かなりの高額でな。そのすぐ後に騒ぎがあった。それでここが幽霊屋敷ではないかと怖くなった。なるほど。はい、いろいろだ。夜中のクスクス笑い、屋根裏で動き回る家具、さらに先週は、信じないだろうが応接まで人糞を見つけた。おお、それで今外にいる感じかな。なぜここに立ってるんだ。何が起きているか興味ないのか。その目で見たらどうだ。私は銀行家だ。呪われた家は恐ろしい。幽霊が資産価値に与える影響がわかるか。それにコリンヌに邪魔しないよう頼まれたんだ。おお、じゃあ今ちょうど中にいるんだね。入っても中に入って様子を見たい。普段なら他人に家を物色させたりはしない。だがその件、ウィッチャーだな。入っていい。気まぐれだと思え。我々はすでに黒の軍団に依存している。経済的に。まあ何かいるのは間違いないだろうねっていう感じだね。じゃあなんか早速入りますか。お、アイテムいっぱい。何かとね使うんでね。まあ何かいるんだろうけど、それが何かっていう話だよね。ダメ、あっちへ行って。やめて。ほう、地下がある。2階か。それを置いて、血をこぼさないで。あら、なんかあの色は見覚えあるぞ。それはただの夢だ。起きろ。さあ、子供っぽいのがいたね。屋根裏の
人形。屋根裏ね。蜘蛛の巣が張ってるのがちょっと気になるが。よし、次は屋根裏を調べよう。ダメ、あっちへ行って。やめて、触らないで。ってことは乗り移られてるってことか。まあまあその前にちょっとアイテムをね、アイテムをちょっと、お、やっぱあった。それを置いて、血をこぼさないで、お願い。血ね。これ取ったら上行きますか。あっちへ行って、やめて。触らないで。さあ。屋上 A はこれか。だいぶアイテムはいろいろあるね。隣室への道が塞がれてる。おう、ということはアードだね。そう、それは取ると話進みどうなんで、先にアイテムだけ取ってからね。あ、普通に人形取った。この人形は違うのか。雑な揺りかご絵が描かれた紙、描いた子のは子供のようだ。2階に揺りかごがあったな。それに人形を置いたらどうなるかな。ほう、んじゃ、何かな、これ今回の仕業はね。まあでもやっぱこうある程度進んできたら展開がかなり早くなってきたね、いろいろね。まあ基本謎解きとかそんな感じなんでね。こぼさないで、お願い。さて、ゆりかごはこっちの部屋か。さあ奥、さあ扉が閉まったが、決算の紙なんてあったっけ。かまどと焦げた鉄格子、楽しい謎謎だな。貯蔵室にかまどがあった。そこに別の手がかりがあるかも。となるとかまどの絵、まあ次はって感じだね。イグニとかで用意しとくか。まあ、多分かまどに火つけろってことなんだろうけどね。あら、アイテム取り忘れてる。いや、ここではない。こっちの部屋か。いや、今ので合ってるか。うん、下だな、っていうことは。さあ、先に奥に行けそうなところはあったが、かまどを調べますか。ああ、やっぱ怖かった。君たちか。怖かったでしょ、わかるんだから。大きくて
勇敢な男がちっちゃなサラを怖がるなんて最高。その辺にしておけ。誰かを怖がらせすぎたらしっぺ返しを食うぞ。どうして私を傷つけるの？ちょっとくらい遊んだっていいじゃない。どんな遊びだ？あの女の人が眠ったらひどい悪夢を見せるの。目を覚まさないようにして。すごいでしょ？面白いでしょ？悪夢見せれるんだ。しかし夢見術師に話がある。彼女を目覚めさせてほしい。そうか。サラはあの人を起こしたくない。サラは遊びたいの。君が危険じゃないのは分かってる。これは遊びじゃない。うん、まあ遊びたいね、うん、こっちにしよう。俺には君が無害なゴドリングだと分かる。だがそう思わない人もいる。なぜゴドリングだって分かるの？どうして？ねえねえ。その姿や仕草を見れば一目瞭然だ。君はゴドリングだ。お前は夢見術師に悪夢を見せ目覚めさせようとしない。なぜ彼女を苦しめる？誰も苦しめてない。怖い夢は面白いの。大きな面取りに追いかけられる夢とかね。真っ赤なトサカで。どうして幽霊屋敷に住んでるんだ？教えてあげる。実はこの家少しも取り憑かれてないの。そんなふりをしてみんなにそう思わせてるだけ。誰もいなかったから引っ越してきたの。銀行の住処になったわけね。その後にここを買った。銀行家は嫌い。一緒に住むのはもっと嫌い。だから脅かしたの。銀行家は心底怖がったぞ。いいか、彼はこの家に大金を払ったし簡単には手放さない。別の家を見つけるんだ。嫌よ。いや、お断り。あー、じゃあ取引しようか。なんかね、追い出すのもかわいそうだもんね。サラ、ノビグラドはゴドリングの住む場所じゃない。だが住みたいならお前の勝手だ。だから取引しよう。取引？どんな？夢見術師から手を引け。引き換えに銀行家には家が呪われてるという。それを解く手段もないとな。本当に？彼が信じなかったらどうするの？俺はウィッチャーだ。奴は信じる。うん、うん。そうしてくれればお友達を困らせないって約束する。少しもよ。すごく親切なのね。めったに言われないが。まあ嫌われる側だからね。悪夢を起こしてきて。止めないわ。起きるはずよ。はあ、じゃあ悪夢の見せれる時間もコントロールできたわけね。じゃあアードに変えて、ちょっとね、ここが気になる。さあ、こういう隠し扉的なものがあるのも一つね、ウィッチャーらしい感じだからね。で、意外と大事なのがそのレシピが手に入ったりね、することがあるんで、レアアイテムとかね。お、こっち行ける感じ風に書いてあったけど、特にはって感じか。あとはさっきなんか装備を手に入れた気がしたんだけど、下がる下がる下がる、うん、全部下がるな。この辺りは全部売るか。そう、ゴドリングがこういうところにもいるんだね。それもそれですごく不思議な感じではあったね。さあ、コリンヌに話しましょうか。あなたは？トリスメリゴールドからの使いだ。はあ、ひどい悪夢。この家の過去を夢で見るはずだったのに、代わりに見たのは家具。私を飲み込もうとする飢えた家具。バカみたいに聞こえるでしょうけど、でも夢の中ではまるで現実みたいに苦しんだわ。
ゴドリングの仕業だ。幽霊屋敷だと人々に信じ込ませていた。しかもちょっとした冗談を君の夢に吹き込んだ。起こしてくれたのね。運が良かったわ。ウィッチャー流で対処したんだ。ありがとう、本当に。ひどい夢だったわ。お礼の方法はある？あるぞ。ノビグラドで目撃された若い娘を探してる。きっと手伝えるわ。でもまず頭を整理しなきゃ。おかしな夢のせいで曇っているみたい。ゴールデンスタージョンに来て、部屋を借りてるの。わかった。そこで会おう。さあ、問題なく進んだね。まあ、銀行家は仕方ない。もう呪われてると伝えるしかないね。ここでゴドリンを裏切るのあんまりねーっていう感じなんでね。コリンヌが出てきたが話してくれなかった。問題は解決したのか、それとも逆か。さあ、今は家は今も呪われてる。呪いを解けそうにもない。両方だ。悪魔がコリンヌに取り付いていた。彼女は解放したが、家はまだ取り憑かれてる。コリンヌはこの家の過去を見たのか。ああ、かなりおぞましいものだったようだが、話すのを拒んだ。とても人が住める場所じゃない。あれだけのクラウンを払って金ならいくらでもあるからな。金持ちはな。その2本目の剣は予備なのかな。なるほど。お前助けてもらっておいてそれはねえだろ。さあ、そしたら合流しますかね。ついてないな。そうそうそう、寝ずに。おい、お前、お前だよ。頭に水でも溜まってるんだ。ネズミ気絶してたけど、そのまま走っていったな。お前を見張ってるぞ、タカちゃん。そうそう、なんか、これかこれか。掲示板、依頼が2つ。死に至る快楽。まあこの辺りね、レベルが高すぎると決まったりするから、配信外でちょっとやっていきましょうかね。嵐だ。バカか、誰でもそう言うぞ。今に分かる。この辺のもんじゃない。ちょっとイベントが始まってましたね。聞くだけ聞いてみようかな。おお、張り紙の件かな。あ、普通に別クエストだね。そうじゃないが、話を聞こう。船を出すのに同行者がいるんだろ。ただの航海じゃない。海を横断するんだ。よく聞け。1242年に歩兵隊に入れられた時、愛するレッタに約束した。無事に生きたままスケリッチの真珠を持って帰ると。しかもただの真珠じゃない、黒いやつだ。最も珍しく、この時代の黒真珠あるんだね。すごいな。まあな。だが空約束に終わった。戦争から戻ったし無事でもあったが、約束は果たしていない。それを変えるべき時だ。今じゃなければいつやる。今でしょ。問題はその間に年を取ったことだ。見ての通り、一人ではできない。頼れる強いものが必要だ。そしてウィッチャーなら十分に頼りになる。だからどうだろう。そうか、手伝うか。とても正気とは思えない計画だ。だが抗いがたい魅力がある。報酬を約束すれば手伝ってやろう。金の心配はするな。あちこちの前線からたっぷり持ち帰った。いや、クエストレベルが気になるんだよね。適当に話してしまったけど。私のそばで落ち合おう。黒真珠が生まれる海底のすぐ近くだ。それでいいか。いいだろう。そこで会おう。さあ、黒真珠。
サイドクエストだよね、どう考えてもね。ただ、13。ちょっと頑張ればっていうレベルだね。まあでも今は、他にやることがあると。さあ。不意打ちを止めようと挑戦者が名乗りを上げたぞ。銀融詩人とかいるね。そう、下っぽいね。酒を飲みながら寝ちまいたいな。白髪、なぜ白髪会話とバランスが、まあいいかな、この辺りは。いや、上か。さあさあ、2階に行きますか。ルーンはね、手に入るのありがたいね。さあ、行った。さて、先に取れるものは取っておいて、話しますか。ここで夢を見るの。そんな高齢術は見たことがない。もちろん参加したこともな。私が導くわ。まずはある種の精神的調和に至る必要がある。いくつか質問するから、それに答えて正直に心から答えることが重要よ。そうだね、まず聞いてみようかね。術について教えてくれ。術について教えてほしい。説明は難しいわ。第一に、夢を見ようとしている対象と依頼人との絆を理解しなければならない。質問して感覚や感情を具体化するの。これには真実が不可欠よ。でも人には得てして話したくないことがたくさんある。ましてや気づいてないこともあるから、具体化するってのは難しいのよ。夢で何を見るんだ。私は見ないわ。見るのは依頼人。夢を呼び出すのが私の能力。時として悪夢や強烈な欲求が本物の出来事を夢に見させる。本物と偽物を見分けるのは大変なの。そうか、まあとりあえず始めてみようかね。始めよう。始めよう。まずはその女性についての思い出を話して。なぜだ。思い出。言う通りにして。最も強く、最も完全な記憶が必要なの。シリ、女性の名はシリだ。さあ、どっからね。さあ、そうだね、僕が知ってる中ではこれだね。ケイアモル編で彼女を育てた。シリはニルフガードとの2度目の戦争で親を亡くした。若い娘をどう扱うべきか分からず、男と同じように扱うことにしてケイアモルヘンへ連れて行った。体を鍛え、剣を学ばせ、体力をつけさせれば困ることはないと思った。シリが崩れかけた壁の上に立ってたのを覚えてる。シリは足を滑らせ、ギリギリで受け止めたんだ。だが最も強烈な思い出は、ある日ドレスを着て部屋から出てきた彼女だ。気が乗らないと言いながら。シリはそんなことだったんだね。もう子供じゃないと悟ったとき、呆然とした。そう、他に話したいことはある？そうだな。じゃあ聞かせて。そうだね、僕自身もこれ全然知らないところだから聞いておきたいね。昔とある仕事を引き受けた。報酬を選ぶとき、俺は偶然の原則を行使した。その時は自分に託される子に会うとは思ってなかった。何年かのうち、ブロクリオンの森で偶然少女に出会った。それが誰かは知らなかった。その森の妖精たちが彼女を気に入り、妖精に変えようとしていた。だが忘却の水は彼女には効かなかった。
シリは俺と一緒にブロックリーンも出た。その後祖母の元へと送り返したが、すでに結びつきを感じていた。運命によって、それ以上の何かだ。ほう、ありがとう。もう一つ思い出を共有してもらえる？もう一つか。まあここまで聞いたら僕も聞きたいんだよね。わかった。慌てないで、時間はあるわ。これだよね。いやー、どっちもだよ。俺が死んだ時にそばにいた。これにしとこう。あれはリビアだった。ニルフガードとの2度目の戦争の直後だ。まだ張り詰めた空気が残っていた。何かをきっかけに街で暴動が起きた。どうにかしようとしたが、苛立つ群衆を止められなかった。熊手を持った少年がそれを俺の腹に突き通した。イエネファーも死に瀕していた。シリは俺たちをボートに運ばせ、リンゴの花が咲き続ける地へこぎついた。彼女は俺たちを残して旅立った。それが彼女を見た最後だ。他には何かない？他の話とか。前回の最後ぐらいになるのかな、今の話だとね。そうだ、もう一つ。わかった。話したくないことはいいからね。さあ、一度命を救った。ケイアモルヘンでの修行の後、ユネファーがシリを自分の娘と初めて呼んだ直後の話だ。シリと離れ離れになった。彼女に危険が迫っていた。幾度となく夢を見た。彼女を見つけたのはスティガ城だ。ユネファーを助けに行った途中で囚われたんだ。危なかった。血でぬめった階段でシリと並んで戦ったのを覚えてる。シリが剣で石弓の矢を弾いたのはその時が初めてだ。二度としないように言い聞かせた。言ってたわね、その女性には力があったと。聞かせて。ああ、どっちかな。そうだね、こっちの方がいいかな。古き血脈。血脈の死ぬられたファルカの子孫、火炙りにされた反逆者の。予言では火をつけた者の血脈に世界の破滅者が生まれると。ただの神話だ。神話が予言へと変化するときを知ってる？信じるものを得たとき。あなたがあまり話をしたがらないのも頷けるわね。わかったわ。他には何かある？さあ、話せるだけ話しとこう。ああ、もう一つある。時空は操り師者と呼ばれていた。力の制御。こっちから行こうか。シリは時空を操り師者と呼ばれている。以前ユネファーに理由を尋ねた。彼女は世界と世界の間を移動する。いや、うまく言い表せないな。ユネファーの話があまり理解できなかった。分かるのは地理的な移動だけではないことと、その地に人知を超えた力を宿すことだ。分かったわ。他には何かある？で、今の話で言うと、実際いろんなコラボをウィッチャーでしてると思うんだけど、時空を超えていけるっていうのがシリの能力あるみたいなんでね。で、それが一つなんだけど、例えば未来にも行けるし過去にも行けるしっていうので、実際シリがどの時代のシリなのか分かんないところもあるみたい。まあ、それが今からどんどんあるんだけどね。じゃあ力の制御に苦労していた。これどうなんだろうね。力の制御に苦労していたのを覚えてる。ユネファーが簡単な呪文を教えたら、シリは近くにあった小屋を破壊した。シリはショックを受けたようだが、まあ古い小屋だった。力の制御を身につけるのには時間がかかった。正直今でも完全には制御できないだろう。わかったわ。他には何かある？ないな。始めるか。ええ、彼女を大事に思うのは分かったわ。でもその口調、そこまで注意深く隠す感情は。続けてくれないか。くつろいで、力を抜いて。私の手を取り、シリに語りかけて。彼女がいそうな場所、そばにいそうな人物を教えて。そうだな。
シリが俺を見つけられなかったなら別の友人を頼るはずだ。それは誰？ダンディリオン、イエネファ、イエネファトリスかな。イエネファはノビグラドにいなかった。トリスはいたが、シリは見つけられなかった。ダンディリオンかもしれん。二人は仲が良かった。ダンディリオンがいまいちピンってきてないところもあるんだけどね。さあ、これによってどんな夢が出てくるか。あ、これかな。ダンデリオン、なんかすごい富裕層的な感じがするけど、なんか鳥と話してるね。で、逃げてると。あれ、ツバメってシリのあれだったよね。ツバメはね、じゃあ次に会うべき人が今分かった感じか。最初はツバメの夢だった。それから悪夢に変わった。時に夢は増幅する。過去と同様に未来を見せる。ツバメはシリを意味してる。ダンディリオンを訪ねたようだが、あいつが町にいたとはな。聞き覚えがあるわ。誰かが遺言で彼にローズマリー&タイムを残したとか。ローズマリー&タイム。ローズマリー&タイム、どこにある？町に入って歓楽街を進むと橋に突き当たる。ローズマリーはそのすぐ先よ。歓楽街か。老屋を相続したのか。そう聞いたわ。なるほどね。助けに感謝する。助かったよ。幸運を祈るわ。シリが見つかるといいわね。さあ、今回はうまくつながったみたいですね。夢のノビグラードがこれで完了と。で、次が、君に届けと。グランプルじゃない。いやー、名前が出てこなかった。いやー、君に届けって、もうその時だったら、だいぶ笑ったけどね。こういうタイトルもちゃんとあったわけだね。ラッドウィンプスか。もう声が似てるからね。バンプ、グランプール、ラッドウィンプスね。助けてくれるか。もう一杯飲むには金が足りないんだ。俺たちは仲間だろ。なあウィッチャー、俺たちはおっちゃんだなんてな。ウィッチャーは稼ぎがいいだろう。村全体が乾杯する。漁師は財布を開く。女はメテを開く。残念ながらそんな漁師や女には滅多に出会わんよ。なあお願いだよ。ウィッチャーの役目は何だ。人助けだろ。そうか、そろそろ家に帰れ。お疲れのようだ。もう家に帰った方がいい。どれくらい飲んでた。2日間だ。ごもっともだよ旦那。家に帰れ。それでウィッチャーに絡んでくるってやべえな。さあ、なぜか、嫌なことはどこでもある。イベントで経験値がもらえましたね。という感じで今回ここまでにしましょうか。まあ一つね、区切りがいいところまで行ったんでね。まあちょっと見ると、まあこれダウンロードですね。ベレンニーが確かめらしたと。ノビグラード、まあ、スケリッチが最後になりそうだね。君に届けと。次回これだね。レベルもね、そんなにポンポン上がる感じではないんでね。まあまあ、考えもんですけどね。まあ特にアイテムの何か手に入ったかっていう感じではないね。
うん、じゃあここまでしましょうか。錬金術も特に新しいのは、できないね。はい、ということで今回はここまでします。ちょっと早めですがね、まあ良かったんじゃないかなと。で次回が君に届けということで、ダンディリオンかなに会えるのかなと思いますが、ちょっと話の展開もだいぶ良くなるんじゃないかと、展開的にもね、思いますので楽しみにしておいてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。それでは次回会いましょう。ほんじゃまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。